はい、というわけで今回はこちらですね。で、これがダッドさんのフェアリー Z。まあ、フェアリー Z じゃない、フェアリーです。初代なんかな。で、初めてフェアリーの名を残した本格スポーツカーですね。で、これは昭和34年、1959年登場した初代ダッドさんフェアリーは、戦後に誕生した本格的なスポーツカーの先駆けモデルだったんですね。で、発売当初の S211 型は、スポーツ1000という名式だったが、その後 SPL213 型マイナーチェンジ際にフェアリーと命名されたと。で、スポーツ1000は211型ダッドサンセダンのメカニズムにスポーツカーのボディを搭載した車であったと。で、軽量な FRP、素材強化プラスチックを用いたボディの作りは先進的で、外形は2種類に分けされ、当時の日本車は際立っておしゃれに仕上げられていた。で、生産台数は少なく、わずか20台でとどまったとされると。で、当時国内の乗用車はアメリカ車を目指すべき目標としていたが、スポーツカーの分野ではイギリスの MG、モーリス・ガレージが注目されていたと。で、ボンネットが長くスポーティーな2シーターオープンボディの MG は、見るからにスポーツカーらしさに溢れた車だったんですね。で、スポーツ1000もこの MG を意識して開発されたが、小さいながらもリアシートにつながり4名乗車が可能だったと。で、スポーツ1000において注目されるのは日本の自動車全体としても革命期のスポーツカーだったにもかかわらず、北米向け輸出業が存在したことがあると。それが昭和35年、1960年発売された SPL212 型とその改良型の SPL213 型で、これらの発売時はフェアリーの社名が与えられた。なお、日本国内で正式にフェアリーという名前の車が登場するのは2代目モデルからなんですね。で、少数ながらこれらの輸出専用モデルがフェアリーの名で国内販売された。で、この後、まあ、フェアリーの名前は昭和44年、1969年に登場するフェアリー Z に受け継がれ、北米市場で大ヒットを記録するんですね。で、生産台数は少なかったものの、まあ、日産自動車の北米のスポーツカー市場に向けたチャレンジは、この初代フェアリーから、始まったということですね。で、これが、SP211、SP212、SP213 型で、昭和34年の6月から昭和37年の10月、生産台数が、すごく少なくて525台と。で、これの、3種類しかなくて、これは通常オープンというのが、988cc、 そして同じく通常オープンというのが昭和34年35年の1月10月と続くんですが、他の1月になってくると1189cc なんですね。で、それの値段は今となっては分かんないんですが、唯一この S211 戦仕様の昭和34年6月仕様だけが分かりまして、これが新車価格だと当時79万5000円、まあいい値段、それもすごいいい値段ですね。で、それの、車だったということなんですね。で、これがそのフェアリーの車で、確かにこれもフェアリーっていうのはミス・フェアリーっていうのね、ある意味その美人な姉ちゃんがいるわけ。今でいうレースクイーンをこう作ったんですよね。で、それでミス・フェアリーっていう美女が選ばれて、その美人の人の中からその特に美人だというので選ばれて、で、それが今のそのレースクイーンの原型の元になったりとかね。あとはもうこのフィアリディってのは、このフィアリディから後にフィアリディ Z へとなってきて、その Z がどん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 大きくなっていって、どん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 走りが速くなって、やがてスポーツカーだったのがスーパーカーになってた車ですね。で、こういう車を作ったのがもう日本は得意で、このその元になったのがイギリスの先ほど申した MG ですね、モーリスガレージ。これがね、早かったんですね。で、これを日本のその終戦後になってきて、日本人が初めてこの車を持ち込んできた時にびっくりしたわけですよ。要するに終戦後1945年ぐらいの時にモーリスの、オープンカーを持ってきてね、アメリカの米兵が。で、それを持ってきて、日本はそれまで車なんて見たことないし、それの時で初めて見たのがジープ、ウィリスジープか、このモーリスのスポーツカーだったんですよね。で、それを見た時に、これはどこの車だと。で、ジープだってすげえ車なのに、オープンカーなんてあんのかよみたいな。で、そんで、こんなスポーツカーがあんのかよみたいな感じで、すんごい驚いたのね。で、しかも大きいもんだと思ってばっかり思ってたから、こんなちっちゃかいもんがあんのかと。
で、これが日本の風土とか日本のその道路事情に合ってて、で、これはいいやつって。で、それを模範にフィアリディという日産が、当時のタッドさんが、フィアリディというものを、開発に関わったわけですよね。で、本当に、日本人ってのはこういうね、ちっちゃい車でのし上がってった会社だからね、得意なんだよ。これがある意味世界を驚かしたんだよね。だから当時、まだこういう日本車がまだ出ていなかった当時は、イギリス車だったんだよ。で、イギリス車のそのダットさんってのが有名で、他にもいろいろこうちっちゃか今の軽自動車ぐらいの大きさのやつで、おしゃれなやつとか出てたんですけども、そういうところだともうイギリス、フランス、イタリア、それしかないと思ってた。そこで日本が参入してきて、しかもその日本の軽自動車市場、小型車市場っていうのが、今じゃすごい注目になってるじゃないですか。で、そこまで発展したんですよね。だからそれじゃなきゃこの車ってのはね、そんなにね、あれだったのね。すごい、なんていうのかな、車だったわけですよ、この車はね。で、それで、この車ってのが、それだけこの多くの人たちに、興味をね、かきたてた、ものだったんですね。で、本当に日本人ってのはこういうちっちゃい車にのし上がるのが得意でしてね。日本の場合はアメ車とかああいった車みたいにね、まだまだドイツにはそんな丈夫な車っていうわけにはまだ当時のイギリスではあんまりいかなかったけども、ただ、日本の道は狭いし、そんなにスピードをブーンってすっ飛ばせるような距離もないから、で、そういう中でいかに速くて快適な車を出せるかっつったら、小型車のだと。で、そうすると、これでね、驚かしたわけよ。だからもう、速いんだよね、こういうちっちゃい車ってのは。さっきのイニシャル D のね、話じゃないけど、速いんですよ。シルビアの時の話じゃないけども、ブーってスピード出して、86ではないけどね。ああいう車ってのは、ああいう車が本当は、速さの中で、競う、スピードを競う中では一番あれが速いんですよ。だからもう戦前の頃の日本なんていうのは、ああいう、戦前の頃の名車というか、クラシックカーなんて、みんなあれでレースの経験があるからね。で、その時ってみんなちっちゃかったの、車が。で、それを知ってたから、日本人は。そこを知り出したから、それに関して開発した。だから、後にこのフィアリディが出て、フィアリディ Z ってのが出たの。初代のやつは。で、これが驚いたね。フィアリディ Z ってのは、このアメリカ人がね、初めてフィアリディ Z を持ってきた時に、日本が試作で高速道路に耐えられるかっつって、これブーって走ったの。そしたらアメリカ人が驚いたの、なんの。アメリカってのは今のバカでかい車しか当時ほとんどだったから、こんなちっちゃい車ないだろう思って。で、こんなちっちゃい車ね、イギリスとかフランス、イタリアだったらまだ話がわかるけど、そのフランス、イギリス、イタリアよりまだちっちゃけえ車があるのかみたいな。で、そんな車一体どこが作ったんだって言ったら、いや、に、ダットさんという会社が作った。ダットさん聞いたことねえなと。そしたら、これは、日本という会社が作ったんですと。なぜそれが分かったかって言ったら、日産のフィアリディ Z がね、そのスピード違反で、捕まってしまったらしいんですね。で、スピード違反で警察がこう、取り調べて捕まってしまったら、初めて見た車だったんで、なんだこれはと。今まで私もいろんな車を、スピード違反で捕まえてきたけど、こんな車は初めて見たっつって。で、これはどこの車だっつって。で、そしたらこれは日産の、フェアレディ Z だと。日産なんて聞いたことねえ。ダットさんなんて聞いたことねえと。そしたらこれは日本のメーカーなんだと。ほう、日本人ってのは戦争で負けたら国なのによ、こんなの作れんな、みたいな。だから当時のアメリカって上から目線で見る国だったからさ、日本のことを小馬鹿にしてたわけですよ。日本なんてな、こんなアメリカというでかい大陸に負けた国だと。そんなちっちゃい国が何ができんだっていうふうに思ってた国だったから。で、それが、いや、ちっちゃい日本の車、日本というのはちっちゃい島国ではあるが、こんなちっちゃい車で、こんな大型車のシボレーだ、フォードだとか、こういったでけえアメ車相手にすっ飛ばして走る、対抗して走れると。こんなすげえ車を乗ってんのかと。で、それで、だんだんそのフィアリディ Z が出てきたから有名になってきた。で、その前にこのフィアリディの時の時代に、ダットさんで車をベースにしてるんですね。で、そのダットさんっていうのが、当時それもやはり高速道路で、試験をして、見事に耐久性ということを実証した車なんですね。
で、その時にはもうすごかったってよ。まだフェアリディ選択出てくる前だったから、ブーって高速走ったんだけども、エンジンが耐えらんなくて、エンジンがもう爆発寸前になって、そんで、ボンネットがもう浮いちゃってね、で、ボン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 、車が走るたびに、スピード出すたびに、ボンネットがボン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 、上がったり下がったりするもんですから、もうおっかなくて、で、そういうのも死ぬ思いしたしったわけで、もう一瞬間違えれば大事故ですよ。そんな状況下の中に時速110キロで120、150なんて吹っ飛ばしたもんだから、まあ、おっかなかったと。で、そういう状況の中で、研究をしてたからね。で、その中で、PRG、今度はスポーツカー作るんだって、PRG を作ったわけだ。だから、こういう国だったからね、日本人のそこが素晴らしいところですげえなと思うところなんですね。これはあれですよ、当時の、他の海外では。こういったことはね、できなかったですね。でもなかなかいいなっていう感じでね。で、こういうふうに内装もおしゃれでね、非常にいいなっていうふうに思うね。まあ、車で結構ね、いいなっていうふうにね、もう思う時代でしたね。だから、時代でしたね、実は私その時代生きてないですけどね。そういう時代だったらしいですよ。まあ、なんでこういう時代でしたねってみたいに生きてるみたいに見えるかってさ、やっぱりある意味、歴史を勉強してるから、分かってしまうんですね。あ、昔ってこういう時代だったな、っていうのが分かると。だから、不思議なもんですよ。これ歴史とか勉強しなかったら、こういうのは分かんなかったですからね。だから私の分からこう歴史が勉強したから今があって、ちゃんとこれがある意味生かされてるわけですよ。まあ大抵の人は歴史勉強したって別に生かすことありますかって言ったら、そういう機会ってのはあんまりないらしいんだけど、私の場合ありがたいことにそういうことがあってね。で、そういうのが強かったから、自分で言っちゃうのもなんだけど、それでこう、歴史とかこういう車の動画とかこういうの始めてきたわけですよ。だからまあなかなか、そういうわけで、これは走りが速いよ。走りが速くて小回りが効くし、こんな最強なもんないわけですね。で、こういう風に内装もこういう風になってて、なかなかいいんですよ。で、これ確かなんかのね、ミニカーかなんか、セットだったんだよ。スカイラインとフェアリディをなんか記念した、日産がそういうのなんか創立何年で記念したのかって、それで、なんかその記念で出してたミニカーメーカーが、ミニカーのなんかあんまり聞いたことないメーカーだったんだけど、プレイアートって言ったかな。なんかあんまり聞いたことないミニカーメーカーがあって、それで、それを記念してなんか販売されたらしいんだよね。で、今じゃもう販売されてないんだけど、もうそういうのってある意味貴重になってくんだよね。今売ってないから。これ、それが売ってたのが新車で買ったから2008年ぐらいだったんじゃない？今からちょうど10年ぐらい前だったんじゃないかな。で、買ってきてね。感覚で言うとリアル X みたいなあんな感じのよくできたやつだったんで。まあ、当時2台でいくらだったかな？ 2 台で1000円もしないけど700円ぐらいしたかな？結構したんですよね。でもこれ将来的に価値あんなと思って、買ってきた案の定今あんまり見たり見ないっていうね。だからこういうのが好きなんですよ。で、こういうのがなかなかいいなって思ってね、そういう車でしたね。というわけでどうもありがとうございました。